宮原昭介5月18日から1963年5月8日は、明治末から昭和期の漁業家、政治家、衆議院議員、茨城県会議長、茨城県中郡中港町長、初代中港市長、陽名、長松。茨城県中郡港村牛久保で、漁業家、宮原宇の松の長男として生まれる。港人城高等小学校を卒業。 横須賀海兵団に入団し日露戦争に従軍して、除隊した。1908年12月に家業を継承した。漁業の全般の改良に努め、1920年2月、茨城西門常務取締役に就任。その他、港漁業組合長、港水難救済会長、中群水産会長、茨城県漁業組合連合会長、同漁船保険組合長、 同水産業会長、同信用漁業共同組合連合会長、三藤洋市場取締役、日本油脂販売監査役、宮商漁業,業社長などを務めた。政界では、1921年港町会議員に選出され5期在任。1931年9月、茨城県会議員に当選し、1946年まで3期在任し、同議長も務めた。 1946年4月の第22回衆議院議員総選挙に、茨城県全県区から日本新歩党公認で出馬して当選し、その後民主党に所属して、衆議院議員に一期在任した。この間、新歩党常議員会副会長などを務めた。1951年4月、中港町長に就任し、1954年3月31日に、 市生施行して同年4月1日に初代市長に就任し、1963年4月30日まで在任した。この間、教育施設の整備、福祉会館の建設、市庁舎の新築、浄水道の整備などに尽力した。また1957年の米軍規模誌殺傷事件では、 直ちに基地対策委員会を設置し、米軍基地司令官に事故の原因究明とその期間中の演習中止を申し入れ、水戸車爆撃場変換運動を展開した。ありがとうございます。